クイネラ。うわー、朝から甘焼きパンがこんなに。ねえねえ、これ全部食べてもいいの？そうね、構わないけど、全部食べたらお腹壊しちゃうかもしれないわよ。そっか、取っておいて、お昼に食べたらいいじゃない。うん、そうする。ねえお母様、私はどんな転職がいただけるの？またその質問？だって早く知りたいんだもの。それは私も聞いてないって何度も言ってるでしょ。それに今日わかるんだからいいじゃない。だって知りたいんだもん。それにどんな転職になるかわかってれば心の準備ができるわ。きっとお父様がクイネラにふさわしい素敵な転職を与えてくれるわ。だから早くご飯食べちゃいなさい。はーい。うん。お、いらっしゃったぞ。我が娘クイネラは本日10歳の誕生日を迎えた。掟に従いクイネラに天職を与える。クイネラの天職は神聖術師見習いとする。神聖術師見習い。Thank you.
ームコール、ジェネレートサーマルエレメント、フォームエレメント、アローシェイプ、システムコール、ジェネレートサーマルエレメント。ようやく一つ上がったわね。少し手間取ったから一晩かかっちゃったけど。フォームエレメント、アローシェイプ。うん、ちょっと強くなった。もうすぐソルスが昇る時間ね。帰って休まないと。皆さんにお知らせしたいことがあります。明後日、これまでに見たこともないような大きな嵐がやってきます。え、でもこんなに晴れているのに。だからこそこうして皆さんに教えているのです。今は晴れていますが、すぐに天気が崩れてきます。ですから5日後に予定されている収穫を今日と明日に行いましょう。でも収穫の日は村長が決めて。村長にはすでに許可を得ました。そうですよね、領主。いえ、お父様。ああ、すでに麦の方は十分に大きくなっている。今収穫しても問題はないだろう。それにクイネラが新生術を使って調べたことだ。問題はあるまい。村長がそう言うならねえ、みんな。ああ、問題ない。さあ、では今日は村人全員で麦狩りだ。みんな準備してくれ。はい。本当に雨になった。やはりクイネラはステイシア様からの使わされた巫女。ありがとうございます。おかげで麦が無駄にならずに済みました。クイネラ、いやクイネラ様、これからも私たちを導いてください。当然のことをしたまでです。お役に立てて嬉しいです。